クリベイということでですね、今日はついに準決勝ということで、賞金差50万円の大会に今出場していて、今日はですね、有明テニスの森に今日は来てます。はい、レッツゴー。レッツゴー。はい、めちゃくちゃ楽しみです。そして気合入ってます。そうだね。でプラス、もうめっちゃ正直マジで緊張してる。うん、ただこの緊張してるっていうこのサインはめちゃくちゃいいサインです。はい、緊張してる時の自分はやっぱめちゃくちゃ強いんで、すごく自信に満ち溢れてます。うん、はい。で前回はプロの選手2人に勝利することができて、まあ、1人は棄権という、1セット目終わってからの棄権という形で終わってしまったんですけど、グリーンテニスプラザで賞金差額100万円出場した時からすごい快進撃が続いていて、本当に自分の成長が見れてると思います。はい、ただやっぱテニスの状態っていうのは正直まだまだ全然ベストじゃなくて、もっともっと自分のレベル上げていけますし、いいプレーできると思ってるんで、しっかりそこの可能性っていうのを、今日自分の可能性っていうのを信じて今日もぶち上げていきたいと思います。はい、お願いします。であとはですね、剣心の今日はもう応援の力がキーになってくると思うんで、お願いします。はい、いや今日はもう準決勝日和だと思うんで、いやちょっとね、正直昨日、正直とか日本語間違えたけど、うん、昨日あれだったんですよ、雨がめっちゃ降って、うん、延期だったんです。そうだね、1日空いてて、メンタル的にめちゃくちゃ休めたんですよ。おー、すげえリフレッシュできて、なんかやっぱ試合を重ねると体力が疲れるっていうよりもこう頭が疲れてくるから、うん、すごい今日メンタルがフレッシュしててめっちゃワクワクしてんだよね。おー、いいね。けどマジで緊張してんだよね。うん、俺でも絶対勝てるもん今日、絶対に今日いける。はい、だからマジで緊張してる。うん、けどここの緊張に勝つものってやっぱりメンタルだから、もうジョコだから、うん、そのあと技術、そのテニスの技術というのはメンタルの技術、はい、どれだけ自分をリラックスさせてあげれるか、だけどリラックス させすぎないか、やっぱ極端な、なんていうの、ある程度な緊張感ってすごい大事なんで、そこはすごい大事にしています。で風ちょっと強いんですけど、はい、風僕得意なんで、うん、ノープロブレムです。はい、はい、で今日の対戦相手なんですけど、ちょっと名字が間違えてしまったら、名前間違えてしまったら申し訳ないんで、ちょっと読み方がちょっとわからないんで、名前だけでちょっと行かせていただきたいんですけど、まあ後で、編集でお願いします。はい、はい、ゆずき選手という2でゆずき選手、多分2でじゃないか、2でだよね、うん、2でゆずき選手という選手になります。はい、はい、2で選手は竹島俊郎プロに今回勝って 第2シードの、勝ち進んでるということで、前回の動画では竹島俊郎選手が僕が試合見てるときは勝ってたんですよ。はい、だから竹島さんが勝つと思ってたんですけど、竹島さんとやると思ってたんですけど、ニネ選手がまさかの逆転勝ちしたということで、うん、すごい勢いに乗ってる選手ですね。はい、で近畿大学出身ということで、現在大学現役バリバリ の選手なんで、でインカレとかでもすごい勝ち上がってる選手なんで、まあ、戦績とかはまた詳しく書いておきます。まあ、とりあえずすごい強い選手っていうのは間違いないんですけど、自分のレベルの方が、上だと思ってるんで、今日は絶対勝ちます。うん、はい、あとはここを整えるだけです。これをどれだけビーストモードでいけるか、はい、準備ができるかと思ってるんで、ぜひ皆さん熱い応援お願いします。お願いします。レッツゴー。はい、レッツゴー。ということで、ぜひ僕のスポンサーの紹介動画をぜひご覧になってから、試合動画ぜひ見てください。僕のスポンサーの紹介動画へどうぞ。はい、動画の途中なんですけど、今日はですね、僕の所属スポンサーをしてくださっているギフタミン様が新しく静岡県浜松店にオープンしたということで、今日はやってきました。はい、はい、すごい大行列で、うん、めちゃくちゃ人気ですね。ですね。はい、でギフタミン様は主に名古屋そして岐阜で展開してるんですけど、新しく静岡県に上陸したということで、はい、今日は食べていきたいと思います。はい、はい、まあ、僕の動画を毎回見てくださっている方は分かると思うんですけど、うん、僕のギフタンメンのおすすめのカスタマイズは味玉トッピングと野菜増量とお肉増量のトッピングになっています。で辛さは2辛、まあ、1辛だと僕はちょっと物足りないんで、辛いのが好きなんで、ちょっと2辛でいつも食べています。味はですね、すごいニンニクベースになっているんですけど、すごいあっさりもしていて、すごく食べやすいタンメンになっているので、ぜひ皆さん食べてみてください。ではいただきます。はい、でまずはスープから食べています。うん、スープがたまんないんですよですね。うまいっすね、これ本当にいつ食べても美味しいしか出てこないですね。本当に美味しい。美味しいね。本当に美味しい。マジで美味しい。で最初はこの辛いやつを混ぜないで
食べるっていうのがおすすめなんですよ。あ、そしたら本来の素材の味がすごい楽しめるんで、はい、まずそこを楽しんでいくっていう、はい、じゃあいただきます。おいしいです。おいしそうだね。はい、ではですね、僕の吉田よりチャンネルの支えの柱となっている岩井健信さんにも、はい、食べてもらいましょう。はい、はい、では吉田よりチャンネル支えの柱、はい、岩井健信が食べていきたいと思います。いいですね。これです。何ですか。これですね。あ、これですか。はい、といえばこれですね。はい、本当にニンニクの香りがして、いや、そうなんよ。本当にね、ニンニクがこれすごい効いてて、だからといってさ、すごいガッツリってわけでもないじゃん、うん、あっさりしてるじゃん。だからすごい全ての層の方にすごい楽しめる本当タンメンになってるっていう。しかもさっぱりしてるよね。さっぱりしてる。見た目ちょっとごついそうだけど、そうさっぱりしてる。はい、食べやすいです。はい、はい、では皆さん、ぜひ岐阜タンメン興味がある方はご来店お願いします。はい、では試合動画へどうぞ。どんまい、どんまい。
ゴーゴThank you.
はい、Let's go, let's go. Come on. Nice.It's okay, it's okay, no problem. Yotsu, come on, let's go! Let's go, focus, come on, let's go! You can do this! セット終わってない、こっからだよ、こっから。カムバックしようぜ、カムバック。All right, Daddy, come on, let's go.
ラックスラックスさん集中。All right, let's go, come on.
アグレッシブ。ブレーブレーブレー。 Yes, 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 yes.Yeah.
Come on, let's go.頑張れ。ブレイクできるよ。前回できたから。いける。
いや悔しいけどマジ本当ナイスファイトだったよ。いや本当に本当にナイスファイトだったマジで。マジごめん。いや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 。できただろ。くそー、マジ悔しい。絶対いけたよ優勝。マジいけたってこれ。いやちょっと待って、マジで悔しい。ちょっと待って、マジで悔しい。マジで悔しい。マジで信じれねえ今何が起きたか。マジで悔しい。ちょっとやばい。もっとできるでしょ。もっとできるじゃん。ビビってんじゃん途中から。もう優勝さ、優勝が見えてさ、ビビってたよ本当に。逃げてたよ。もちろん勝負から戦ってはいたけど、ファイトファイトファイトはして、そこに関してはワリアーに戦ってたけど、勝負に勝ってない。自分に勝って勝てなかった。自分に負けたマジで。いや、はい、川の海とやってる時はもっともっとバックハンドでさ、もっとそのなんていうんだろう、アグレッシブではなかったじゃん。川の海の試合ってディフェンシブじゃん。ディフェンシブだけどクオリティがいいじゃん、球のクオリティが。なんかまあなんつうんだろう、打てるところはしっかり打ってたよ、ね、打ってんじゃん。今日ってさ逃げてんじゃん。そうだね、今日はな、まあ、もう少し当てポンしてんじゃん、うん、打てるところはもう少しリスクを負って打ってたと思う。で今日はで自分がさアグレッシブにバンバンっていってる時は全部取ってんじゃん、全部取ってんじゃん、うん。できるってことじゃん、それができるじゃん。じゃあなんでできないって言ったら、ここに負けてんじゃん、ここが負けてるからじゃん。サーティーフォーティーってから、うわこれ取んないとっていう時にさ、当てポンしてリターン見せたりとかさ、そこじゃん本当に。そうだね、マジこれチャンスだったって。俺ハードコートめっちゃ得意だから、本当にこれチャンスだったって。快進撃の満足できない、この結果にマジ満足できない。これからまたすぐに神戸の方に移動しないといけないんで、神戸でまた試合があるんで、切り替えないといけないんですけど、本当に悔しいです、うん。正直今負けたことがすごい本当に受け止めれなくて許せなくて、本当に優勝目指してたんで、自分を本気で信じたからこそすごい悔しいです本当に。でも今回最近ほらずっと快進撃やってきたじゃん、うんうん。ここでも確かにいけたらすごかったけどさ、さすがに、まあ、簡単ではないじゃん。やっぱりずっと3連勝パパパみたいな、すごいみたいな。でもここで1回落ちるっていうのもやっぱりあんじゃないの。でも上がってってるからさ確実に。なんかマジ後悔残るんだよね、うん。自分ではさすごいさ分かってんだよ、俺が強くなってるのすごい分かってて、うん、俺がすごい成長してるのも分かってるし、このレベルと戦えるのも分かってきてるし、100位台に絶対入れるの分かってるんだけど、次の大会優勝すれば全部忘れるよマジで。優勝したら全部パーだよ。けどこの悔しさは忘れないっす、はい。絶対にこの次の試合、この悔しさ忘れないで、この負けからすごい学べることっていうのはたくさんあるんで、メンタル的にも、はい。ポイントが、77点おで終了か。まあ今までで一番の高得点、はい、大ファイトね。まあでも本当にずっと本当に応援してくれてありがとうマジでマジでありがとう本当に、はい。謙信がいたから今日も頑張りました。いえ、いや本当に頑張れた、ありがとうマジで。ということで僕のスポンサーのテヌサン様、ギフタメン様、浜松のヒガガンク様、そしてバイト様、いつもサポートありがとうございます。僕の T シャツも応援グッズとして概要欄から発売中なんで、興味ある方はぜひ応援よろしくお願いします。で、チャンネル登録も高評価もぜひ応援していただける方はよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。マジ悔しい、マジ悔しすぎるんですけど、ちょっと最後に言わせてください。本当にもっともっと俺勝つんで、うん、本当まだこんなもんじゃないんで、自分のポテンシャル。だからマジでみんな もこれからも本当応援してほしいです本当に。マジでもっともっと大変なことになる。絶対にテニス界ぶち上げるし、俺がテニス界の這い上がりモンスターになるから、本当にもう絶対にやばい這い上がり、もう吉田よりの最高の漫画作るんで、最強作るんで。
ちょっと俺もう悔しすぎてこれだけは伝えたい、マジみんなに。だからあのすげえ落ち込むけど絶対に俺這い上がるから、本当に今から本当に編集してまたすぐみんなにすぐ動画たくさんすぐにアップロードできるようにまた頑張るんで、俺と謙信で。謙信マジで、本当に謙信がいないと無理だから人生生きるの。ガチャだと謙信本当にありがとう、マジで。ガチャだと謙信本当にありがとう、絶対俺勝つから、マジ絶対勝つから。やっぱテニススポーツやってたらずっと勝てるわけじゃないし、うん、こうやって嫌な時っていうのはまた最悪な日っていうのはたくさん起きるけど、そういうのがやっぱり自分を強くさせてくれるし、そういうのがあるからこそ勝った時に感動するし泣けるし、だからそういう感動を生むまでにまた俺本当に頑張るから切り替えて頑張るんで本当に、はい、あのマジみんな待っててください、待っててください本当に、マジそれだけです本当に。頑張ります、ありがとうございました、本当に頑張ります。